PUBG プレイヤーの皆さん、はじめまして。バーチャル YouTuber として活動している V スポ所属の加賀なずなです。パッチレポート 18.2 をお届けします。廃墟とかした大都市を舞台にした新たなバトルグラウンド。そして新しい武器、車両、アイテム、さらにミラマーのアップデート。素晴らしいスキンを手に入れるための新たな方法など。アップデート 18.2 のパッチレポートでは、これらのすべての情報をお届けします。新たな 8×8 のバトルグラウンドが登場します。かつて北米で有数の都市だったデストンは嵐と洪水によって荒廃し、雨風にさらされるようになりました。これまでのバトルグラウンドの中で最も高いビルが立ち並ぶデストンの中央都市は、プレイヤーの皆さんに新たなゲームプレイ体験を提供することでしょう。またマスの外に出ると沼地、コンサート会場、大規模な水力発電ダムなど様々な地域を探索することができます。上下移動が可能になったことで、すべてのプレイヤーに2つの新しいギアを用意しました。新ギアのアセンダーを使って高層ビルは素早く登り下りしましょう。アセンダーロープに近づき操作をしてください。プリントキーを使えばさらに高速で登ることができます。またマップ上には特殊なセルタワーが存在し、アセンダーを使用してパチンコのように移動することも可能です。スリングショットの後にやってくる落下をどう乗り切ろうか悩んでる人も、もう悩む必要はありません。デストンでは全てのプレイヤーが再利用可能なパラシュートを装備してゲームが開始されます。一定以上の高度から落下するとパラシュートを展開することができ、安全に降下することができます。緊急パラシュートとは異なり、このアイテムは常に再利用が可能です。デストンには他にもいくつかの新機能があります。ドローンでしか行けない特別な部屋から隠されたアイテムを見つけたり、カードキーを使ってセキュリティドアを開けたり、さらにデストンのガソリンスタンドでは車両にガソリンを給油することができます。ただし長い禁物です。爆発的に売れてるのはガソリンだけではありませんよね。新しいバトルグラウンドでは頼りになる武器が必要です。デストンではデストン専用の O12 ショットガンが用意されています。ショットガンとしては初めての近中距離用となり、圧倒的な発射速度と有効射程 300m のスラッグ弾を備えています。この武器の目的はゲーム序盤の脅威であり、ゲーム終盤でも脅威となることです。 O12 ショットガンについてはパッチノートでさらに詳しく説明しています。デストンの奥のエリアは水中または沼地になっているため、移動に特別な乗り物が必要になりますが、新しいエアボードはそのニーズに応えてくれます。水上では圧倒的な速さを誇り、陸上でも走行することが可能です。今回のアップデートの目玉はデストンですが、ミラマーでも車両の移動をより安定させるための地形修正、建物の品質向上、オアシスの小さな改良、オブジェクトの整理、車両スポーンの増加など、ミラマーを好きになってもらうための調整を加えています。車両といえばクーベ RP がリケンディとテイゴでもスポーンするようになり、さらにスポーン率を増加させました。スキンコレクターの皆さんに朗報です。今回新たに実装される製作所では、限定スキンや過去に販売されていたスキンを製作することができます。キーでチェストを開けて、製作に必要な設計図とクレジットを集めて、好きなスキンを製作するだけです。すでにたくさんのスキンが用意されていますが、今後も追加していく予定なのでお楽しみに。スキンといえば、新たなバトルグラウンドの誕生を記念して新しいサバイバーパスが登場しました。ミッションをクリアして経験値を獲得し、デストンをテーマにした新しいスキンや武器を手に入れましょう。そして全て集めてクールに街を駆け抜けましょう。今回のアップデートでは、スキマスタリーのアップデート、コンソールグラフィックのオプション改善なども実施されました。いつものようにパッチノートで詳細について確認してください。アップデート 18.2 がいよいよ登場です。新たなスキンを装備し、デストンで生き残りましょう。それではデストンで一緒に遊びましょう。以上、加賀なずなでした。